ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。早速ね、始まりましたけど、今日はね、特に冒頭に何も話さずということでね、ここまで来ていると思いますけども、恒例のね、もちろんこの動画アップされているのが、木曜日だと思いますので、恒例の木曜のおしゃべりタイムということで、恒例の企画でね、いろいろくっしゃべっていこうかなというふうに思っております。木曜のおしゃべりタイムと言いますのは、もちろんね、おしゃべりということなんですけども、ベースにまつわる雑学的な話だったりとか、ま、音楽の、ま、僕いろいろ経験してきた上で、こんな風なとこ気をつけていくと良くなってきますよとかっていう、ま、おしゃべりを中心とした、ま、雑学だったりとか、アイディアだったりとか、ま、それ以外にもね、なんか山の動画の話とかもしたことあると思うんですけど、ま、いろんなおしゃべりをしていこうという回をやっております。そして今回もなんですけども、もうお気づきの方も多いと思うんですけども、6000人到達しましたということで、まあ節目節目のご報告とご挨拶お礼なんかっていうものとっていうようなこともよくこの木曜日に話しております。そして今日はね、もちろん今さっき言ったように6000人到達しましたということで、まあ皆さんにねお礼と、まあ具体的にいろいろ話をしていこうかなと思うんですけど、まずね、ひとまず、いつもね楽しんで見ていただいている方、本当に感謝感謝でございます。いや、ありがとうございます。もっとね、もっとね、成長、このチャンネル成長できていると嬉しいなというふうに思ってます。本当にいつもありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。ということでね、今日具体的に、どんな話をしていこうかというふうな感じでね、話をしていくんですけども、まあ、いつもね、この節目の時に、まあ、よくね、このチャンネル、まあ、その、新たに登録された方もいらっしゃると思うので、どんなことをやってますっていうふうな話を具体的に話する回もあったりするんですけど、今回は、少しだけね、まあ、かいつまいんだね、いつもみたいに長くではなく、細かく具体的ではなく、ざっくりこんな話をしてますっていうことと、このチャンネルの思いみたいなものっていうのを、と、それから、チャンネルをうまいこと活用していく方法っていうことで、少し話をしたいなと思います。そして、もちろんね、今さっき言ったように新たな登録していただいた方ということでね、初めて見られてる方とか、最近見られた方も多いと思うんですけども、やっぱりね、昔から見られてる方もいらっしゃると思うので、まあそんなことを分かってるだろうということでね、まあでもね、改めてね、まあそうだよなということでね、噛み締めていただけると嬉しいなと思うんですけど、まあ、皆さんね、長いこと見ていただいている方にはね、もしよかったらということでね、少し今回お願い事があります。で、それについてね、後半具体的に話していこうかなと思いますので、もしよかったらね、最後までお付き合いいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。まあ、そんな感じでね、今日は、くっちゃべるだけですけども、このチャンネル、ベースにまつわる話だったりとか、僕ジャズ屋でもありますので、音楽、アドリブの話だったりとか、音楽にまつわる話、具体的に、本質的に、本当に上手くなるための話を、初心者さんからでも階段を積み上げて上手くなっていけるような動画をたくさん上げているチャンネルです。もしね、初めて見られている方いらっしゃらないと思いますけども、いらっしゃった場合は何卒何かの縁と思ってチャンネル登録していっていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして今日も少しでも良かったとか面白かったとか、森田おめでとうと思っていただける方、何卒グッドボタンもよろしくお願いします。そしておめでとうだけでもいいのでコメントもいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そんな感じで、行ってみたいなと思います。どうぞ。ベースベースベース。はい、どうもです。ではね、こっからね、いつもだったら楽器を持って、いろいろ解説していくんですけど、今日はね、楽器も特に持たずということでね、このままやっていこうかと思うんですけど、まあね、先にも話しましたけどね、まずね、ずっと見られてる方、昔から見られてる方、そしてね、最近知っていただいて登録していただいた方、もしくは今日初めてたまたま見られてる方、もうすべての方、本当に、ありがとうございます。皆さんね、見ていただいている方があっての、こういう動画配信の活動でございます。もちろん音楽、ミュージシャンとしてのプレイヤーとしてもそうですけども、聞いていただける方、楽しんでいただける方がいての、活動でございますので、本当にいつもいつもありがたいなと思っております。ありがとうございます。そしてですね、もしかしたら今日初めて見られてる方あんまいらっしゃらないかもわかんないですけど、最近登録されてる、チャンネル登録されてる方とかもいらっしゃるかもわかんないので、少しこのチャンネル、どんなことをやっているのか、どんなことをやってきたのかということで、かいつまんでね、今日はサクサクっと話をしていきたいなと思います。で、そもそものコンセプトなんですけども、このチャンネルは本当の意味で音楽を上手くなって、よりね、レベルの高いとこ、より深いところで、本当の意味で音楽を楽しんでいっていただきたいという考えのもと、妥協せず、大事なところを、すごくわかりやすく、
話をしていこうというふうなことで、コンセプトを、そういうコンセプトをもとに、いろんな切り口から話をしています。で、例えばベースですと、まあね、初心者の方が絶対目にするであろうタブ譜というふうなものがありますけども、一番最初にタブ譜は絶対使いませんというところからスタートしましたけども、もうタブ譜を使わずに具体的に音符を読んでいこう。で、なんだったら音符だけではないよと。コード譜きちんと読んで、ベースライン作っていけた方が楽しいよというふうなことで話してます。で、もちろん、そのためには多少の音楽理論も使えれる状態までクオリティを上げて理解することが大事ですよということで音楽理論なんかの話もしていますし、それ以外にも、まあタブ譜だったりするとリズム書いてありますけど、リズム読めない、理解してない人が非常に多いです。というか大半がそうだと思います。なのでそうではなくきちんとリズムもトレーニングすれば、リズムはね先天性のもので元からリズム感がいいとか私リズム感悪いからダメなんだではなく、きちんとトレーニングしていけばきちんと育てられるもんだよということで、リズムについても具体的に細かく話してきております。でいろいろねリストを上に上げときますので、興味がある人は見てみてください。それからですね、リスト全部上げきれないと思うので、動画のところチャンネルの深いところ入っていただくと動画リストというのがありますので、そのリストごとに、いっぱいリスト作ってます。具体的な内容のことが、タイトルで書いてありますので、興味があるなと思う方は、ぜひね見ていただいて、興味があるところから見てもらえるといいかなと思います。でもしねベース始めたばっかの方とかでも十分というか、ベース始めたばっかの人でも、そういう風な深いところちゃんとできますので、そういう風なものをたくさん動画上げてますので、まずは指板の音を覚えるとか、そういうとこから始まっていただき、簡単な音符を読んでいくとこから始めて、そしてリズムのトレーニングをしていくという風な流れでやっててもらえるといいかなという風に思います。そして、しばらく前からですけども、僕ジャズ屋でもありますので、すべての楽器の人を対象にジャズアドリブ、アドリブソロの話もたくさんしてきております。こちらも、なんていうのかな、こう一般的に言われているような方法ではなく、もっと大事なところあるよということで、僕が今までプレイヤーとしてもそうですし、何百人の方にも教えてきました。実際具体的に教えてきて、初心者からスタートした人がセッション数年でセッション行けるようになっている方たくさんいます。ベーシストも他の楽器の人もたくさん教えています。なのでそのノウハウをいろんな状況症例を見て、落ちりやすいところだったりとかっていうのも改善方法だったり気をつけてもらいたいところっていうのを、取り上げつつ、一般の本とかではなかなか言われないようなこと、大事なところを話しながら、ジャズアドリブソロの話とかっていうのもしてきました。で、まあね、もちろん難しいジャンルの部分のところではありますので、ずっとね、突き詰めていく部分ではあると思いますけども、最初特にね、挫折しがちなところとかっていうのもクリアしやすいように解説してきておりますので、もしのよかったらね、それもうまいこと上げておきますので、他の楽器の人もね、興味がある人は、見ていってください。よろしくお願いいたします。そしてですね、もちろんなんですけども、よくたまにねこういう話しますけど、レッスンもしております。オンラインレッスンとかもやってますので、日本全国なんだったら世界中から、受けることできますので、ベースの方、私はそんなに上手くないからとか言わずに、初心者の方でも大丈夫です。何年やってても、きちんと話できるとこたくさんあります。そしてそれ以外にも管楽器の方だったり鍵盤楽器ギターの方だったりとか、違う楽器の人っていうのにもレッスン今まで何人もしてきております。アドリブを中心になってきますけども、そのような話もできますし、ピアノの方、ギターの方だと、リズムの、バッキングのリズムだけのトレーニングっていうレッスンもしてきたことあります。プロの方にも僕実は教えてきたこともあります。なので、もし興味がある人はね、下の説明欄のところにね、これホームページの問い合わせのとこも貼ってあったりしますので、もしよかったらね、興味がある人はレッスンも問い合わせていただけると嬉しいなと思います。気軽にね、問い合わせていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じでね、今までやってきたことということで振り返って話をしてきました。で、一回区切った後に、お願いがありますということで、もしよかったらね、お力添えいただけると嬉しいなという話を今日はして終わりにしようかと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、こっからはね、もしよかったら、お力になっていただけると嬉しいなという話をしていこうかなと思います。で、もちろんね、見ていただけれるという方だけで、見ていただけれるという状態だけでも非常にね、僕はありがたいなと思っております。まあ、こんなこと言うとね、手前味噌ですけども、内容としてはね、やっぱりその、無料で配信してるとはとてもじゃないけど思えないぐらいの、濃い内容をやってます。もちろん有料だったとしても、この手のぐらいの話をここまでわかりやすくしてる人って、まあ、ほんと手前味噌で申し訳ないんですけど、なかなかいないんじゃないかなというふうに自負しております。で、なかなかね、最近だとね、なんか新たに知っていただいた方とかでね、まあ、たまにコメントいただくんですけども、最近もいらっしゃったんですけど、
まあそのこんだけね素晴らしい内容をやってて、このチャンネル登録者数は少なすぎるというふうに時々言っていただいている受けれる方もいらっしゃいます。最近もそうやって言っていただいた方いらっしゃるんですけども、まあ正直ねやっぱりそのまあ言ってる内容がどうかは別としてもね、やっぱ作業量としてはもう本当にね皆さん想像していただけると思うんですけども、まあ動画を収録してですよ、そして編集してですよ、でアップ作業してとかですよ、で教材も並行して作ったりとかっていうのをやっぱり普段生活している中の、空き時間で全部やっています。ライブ帰ってきて酔っ払いながら夜中、編集したりとかですね、レッスン帰ってきて、ちょっと夜まだライブよりかは遅くないですけども、まあ何人も教えてきた後クタクタの状態で収録したりとかですね、そういうのもやってきております。でもまあ全てはねまあ皆さんのためにというふうなおこましいことを言うつもりはないんですよ。もう僕が楽しんで、やってます。いろんな方に知っていただきたい。そして最終的にはね、もちろん知っていただいた方がライブにね、僕自身のライブだったりとか、もっと言うなら、ライブに行く敷居とかをね、下げれることによって、いろんな人のライブを見て、もっと音楽を本質的に楽しんでもらいたいというのが、やっぱ一番の思いでありますので、まあ、そのね、苦労とかっていうのは別にまあ、自分のためにやってることなので、まあ、そんな大したことではないとは思うんですけども、ただね、やっぱり、まあおっしゃってくれてるコメントいただいたように、もうちょっとね、チャンネル登録者増えると嬉しいな、もっといろんな人に知ってもらえると嬉しいなと思いますし、やっぱりチャンネル登録者さんが増えていただいて、見ていただいてる再生回数が増えるとですね、まあまあ大きな声で言えませんけどもね、皆さんなんとなく想像つきますけども、まあこういったものがですね、こういったものがやっぱ増えるわけですよ。そうするとね、やっぱり僕自身もね、この動画、やってるのにね、もちろんカメラだったりとかパソコンだったりとか動画編集ってね、そんなスペックの低いパソコンでは厳しいので、やっぱりそれ相応投資してお金かけてやってます。で、まあ楽器もね、いい楽器、まあこれはまあ半分趣味みたいなもんなんですけど、いい楽器も買ったりとかね、したりしてるので、もちろん機材費も結構かかってたりします。で、具体的にお金恵んでくださいなんていうのは言わないんですけども、やっぱりね、見ていただいてる方、チャンネル登録者さんが増えていただけると、僕も非常に助かるなというふうに思ってます。で、ですね、皆様にお願いしたいなということがあるんです。それは何かと言いますと、なんというかこう、もしよかったらね、皆さん僕の動画とか見ていただいて、この動画のこういうとこだったりとかって言って具体的な症例を取り上げてますので、そういう練習を、まあ、されてる方も結構いらっしゃると思うんですけども、もしよかったら、例えば今こういう練習してますとかっていうことで、ご自身の SNS、まあもちろん YouTube でもいいですし、Twitter でもいいです。インスタでもいいです。Facebook でもいいです。もう TikTok でもいいです。動画撮れる方は動画撮っていただいてもいいですけど、まあ、そこまでやってもらうとめんどくさいと思いますので、なんか本当に何でもいいです。もう例えばインスタだったら楽器の、ご自身の楽器の写真撮っていただいて、こんな練習してますって言って、森田のチャンネル紹介しますとかって、URL を貼っていただけると非常に嬉しいなと思います。で、ツイッターとかもね、もう本当ただつぶやくだけでいいです。今、森田のベースのリズムトレーニング8ビート練習中 Now とか Now って今言うんですかねとかで、その、見ていただいている動画の URL を、コピーペーストしていただいて、投稿していただけると非常に嬉しいなというふうに思います。まあねちょっと手間はかかると思いますけども、やっぱりね、そういうことによっていろんな人にね、気づいてもらいやすくもなりますし、やっぱインターネット上では僕の URL がこうたくさん出るようになると、やっぱりね、そういったものがなんかその検索としては強いらしいので、まあ一人の力、二人の力では、ビビたるものかもわかんないですけど、皆さんのね、力が毎回やらなくてもいいと思いますので、もしね、よかったら、お時間がある時だけでもいいので、SNS に投稿していっていただいて、もしよかったら URL 貼っといてもらえると、こちらから見てみてくださいとかね、おすすめですとかだけでもいいので、このチャンネルで練習してます、おすすめですとかだけでもいいので、もしよかったら、皆さんの、SNS をお借りして、お力をお借りして、もう少しこのチャンネルを大きくしていけたらなというふうに思っております。そしてね、少し前にも話しましたけども、まあ、ある程度チャンネル登録者さんが増えて、企画として、企画倒れにならないような感じでできそうだったら、ということで、ぶった切りオフ会というふうなことを考えてます。具体的に皆さんと会ってとかっていうことなんですけども、会うだけだとね、意味がないので、具体的に皆さんがどれぐらい練習してて、どういうところにトラブルがあるのか、これご自身で気がつかないところも、僕だったら気がつけれるとこ、いっぱいあります。
そのポロッとしたアドバイスによってガッと上手くなることはたくさんありますので、そのぶった切りオフ会っていうのは、ちょっと内容は具体的にはまだいろいろ模索してるところではありますけど、完全無料で料金いただかず、ただまあもちろんね、東京まで出てくる電車賃とか宿賃とかは負担していただくことになりますけども、レッスン料とかは取らずに、まあその後ね、飲み行ったりする分はもちろんみんなの分は割り勘でやりますけども、レッスン料とかはいただかない状態でアドバイスを直接するというふうな、ぶった切りオフ会みたいなものっていうのも、もうちょっとチャンネルが大きくなったら具体的にやろうかなと思います。そしてね、このご時世いろいろありますので、もうちょっといろんなものが落ち着いたらっていうのはありますけども、その辺も考えております。なので、その飲み会にと言ったらね、非常に申し訳ないんですけど、 SNS でお力をいただいてチャンネルが大きくなっていくと、そういうのもやりやすくなりますので、何卒お力になっていただけると嬉しいなと思います。そんな感じでいつもね、お力になってもらってばっかで申し訳ないんですけども、よろしくお願いいたします。まあそんな感じでね、今日はもう頭下げっぱなしということでね、今日はこの辺にして終わりにしようかなと思います。ひとまずね、6000人到達ということでね、本当に日頃からありがとうございます。楽しんで見ていただいている方があっての、動画投稿の活動でございますので、今後とも何卒末長いお付き合いよろしくお願いいたします。そして、もしね、今日初めて見られている方とか、チャンネル登録まだお済みでない方、もしかしたらいないかもわからないですけど、いらっしゃいましたら、何卒何かのご縁だと思って、まずはチャンネル登録から何卒よろしくお願いいたします。そして、今日も少しでも面白かったとか、良かったとか、森田おめでとうと思っていただけた方は、グッドボタンと、何卒ね、おめでとうだけでもいいので、コメントもいただけると嬉しいなと思います。本当にいつもありがとうございます。そんな感じで、今日はこれにてお別れしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。